池田さんそのぐらいね、あの僕のゲームの大ファンなんですよ、池田さんは。いや、本当にこう立ててるの、もう本当にやめてもいいと思ってますよ。やめちゃダメだから。はい、だから本当にありがとうございます。もう10月2日 TBS でなんかあるみたいなんで、別に、はい、何も紹介と思うんですけど。やっぱ司会、司会ダウンタウンさんとね。そうです、だからつまんないなんて言えないですけど。じゃあダメです、そうです。ダウンタウンさんとかバナナマンさんとか出ますんで、まあ、よかったらね、あの見てください。よろしくお願いします。はいはい、まあ、今回はね、はいはい、そんなこと、拍手ももったいない、すいません。はい、今回ですね、17年越しにグラスホッパーマニアックスの処女作、はい、シルバー事件を世界展開、そうなんです、さらに HD リマスター版をあのパソコンゲームとしてリリースされることになりましたが、そうです、はい、その経緯について、はい、改めてお聞かせ願います。そうですね、これちゃんとした話をしないと、ね、いけないんですよね。当然です、まあ、1999年 PS1 ですよ。で、日本語版だけのゲームだったんですけど、まあ、海外には、ね、このゲームって発売されてないわけですよ、はい、しかも遊べない状態なので、まあ、それを9年前ぐらいから実現したいと思って、そしてようやく、まあね、それがなんで実現できたかというと、まあ、シルバー事件ってテキストスタイルのゲームなんですよ。だから膨大なテキストが日本語があって、俺と小川さんが書いた、だこれをちゃんと英語化するのがまあ難しくて、あ、そういうもん、そうなんですよ、そうなんですよ。でしかも俺英語全く分かんないし、あ、全くなんですか、全く分かんないですね、はい、ナイストゥーミーチューしか言えないぐらいです。それだけですか、はい、あとグッドシーユー、グッドシーユー、グッドシーユー、久々会ったねみたいな、はい、あ、それだけですか、それを使い分けてました。よく やってくれました、やってくれました、すごい偉大ですよ、それだけやってくれたのは。本当それだけでやってきましたまあそんなこともあって、プレイズムさんになんとね、外国人でシルバー事件プレイズしたことある人が3人いたんですよ。3人もいるんですよ、外国人なので、まあ、その中の人が社長なんですよね、社長のイバイがクリアしてて大ファンで、はいはい、で、僕らに任せてたら完璧なローカライズするって言ってたの、はい、もう本当に安心してほしいと、はい、それで GO したんです。そういう経緯があったんですね。そうなんです、まあ、もうね、はい、皆さん集まっていただいてるってことは、そうそうやったってことです。そうですね、クリアみんなしてますよ、もちろん、はい、全員クリアしてますよ。そうですね、本当に池田さんクリアしますね、もちろんね。私もクリアします。でも、あの本当にだいぶ前なので、はい、あのデカチンしか、はいはいはい、名前せっかくつけたんですけど、はい、デカチンって呼ばれるんだって。そう僕、真面目にゲームやる方なんで池田ってつけたんですけど、ショートはね、はい、実はデカチンって呼ばれたので、送信の方は僕はザマルドと言われて、どうだったんですか。まあ、そんなことを考えながら、シナリオを書いてたわけですけど、こっち、玉金とも言われましたから、え、あったっけ、ありました、ありました、本当に1回間違えて、それで、またデカチンで、まあ、デカチン戻るんだって思ったんだけど、はい、すみません、そんな線の書いてたら、すみません、いや、本当にですか、はい、本当ありがとうございます、はい、でですね、はい、まあ、あの僕ら2人も、はい、なんですから、なんですかって言いますよ、いや、ないですから、ただね、ちょっとね、その前に、まあ、ゲスト、大川さんを迎える前に、一人紹介したい人がまず2人ぐらいいるんですけど、はい、まずもうシルバー事件の最初、オリジナルのアスキー時代、はい、プロデューサーが今日なんか来てるんですよ、田村さん。田村さんっていう人がですね、え、田村さん、ちょっとほら、お客さんに混じって、俺、これちょっとね、混んでたんですけど、昨日、今日も食いすぎたんで。そう、俺も昼ラーメン食っちゃって、失敗したっていうかね、ここに招待されてなかったんですよ、昨日まで。今、ゲーム業界は東京ゲームショウってみんな忙しいんですよ。そうで、たまたま東京ゲームショウ会場のところで、そう、昨日ね、すれ違ったんですよ。すれ違ったのかどうか分かんないけど、後ろから、明日来ますよね、田村さんとかって言われて、誰あれ、呼んでなかったんですかみたいな感じで。まあ、その時、広報の熊谷さんが青い顔してました。ねえ、そう、絶対出ると思ったら。でもね、タマさん、この後ね、7時ぐらいに出ちゃうんですよ。すいません。なんとこのパーティーになって DNA っていう、なんか皆さん知ってますよ。これ大丈夫って放送とかされてないんですか。はい、大丈夫です。はい。ゲームっていう、まあまあ素敵な会社があるんですけど、そこのパーティーに行っちゃうんですよね。すいません。ねえ。こっちが先役で。俺、昨日誘われたから。ね、マジですか。いや、でもどっちが大事かって話ですよね、皆さんね。入り口に飛びちゃいますよ。確かに、シルバー事件はね、これ出されると来ないわけいかねえなとかは思いましたけど、ね、ありがとうございます。そうですね、はい、そもそも俺、グラスホッパー対談してですね。そう、あ、この人ね、一時期グラスホッパーだったんですよ。そう。今、どこの会社でしたっけ、今、クライエース。クライエースっていう、バルコニープロファイルみたいなのあと、みたいなじゃなくて、あ、それ、バルコニープロファイルですけど、
もう一個あるよ。スターオーシャン。そう。知ってますこれ。知ってますよ。詳しい状況です。ヘブン・イン・ヘブンもよろしくお願いします。何それ。もう一個今ね。今撮ってるんですよ。それも聞いてない。それプロデューサーが。いや、俺じゃないですよ。ちょっとだけ今、はい、あのリリース中。了解です。じゃあちょっとみんなで応援しましょう。バブル的にこのハードでしたっけ。ヘブン&インフェルノ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 。間違えてんじゃん。ごめん。ヘブン&インフェルノね。はい、あ、それが DNA なんだ。いや、あ、違う。あ、まあいいや。ふざけんな、相変わらず。だからグラスオッパー対談しちゃったんだよ。そうか、そうですよね。まあいい。ありがとうございます。とっとと出てください。すいません。どうぞ、どうぞ、どうぞ。すごいですね。ねえ、もしかしたらもっといいね。いや、もう一人ね、ひょっとしたら、久保さん、みなちゃん来てます？おー、みなちゃん、そう、もう一人、今日渋谷になんとね、シルバー事件の全絵を描いた宮本隆さん、交流してます。そう、みなちゃん、みなちゃん、ありがとう。久しぶり、すげえ久しぶり。そう、結構ね、10年ぶりぐらいですよ。ねえ、そう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 。うん、の時のミーティングをして以来だもんね。そうだ、あれが2009年ぐらいだから、でもそのぐらいになるか。そう、そんなんなる、そんなんなる。一言、ファンの皆さん。まあ、本当に、これだけ、カルトな。ねえ。最後になっちゃって。そうそうそう。だからこそこれだけ、はい、まあ、今、はい、ネット上で、はいはい、チェックしたんですけど、必ず見てくださいね。そうそうそう、ね、どんな時代かなってもそうなんだ。これだけ幸せなのに、当時は想像もしなかったね。しかも今回英語のほらインタビューがめちゃくちゃ来たじゃないですか。ねえ、あれもちょっとびっくりだよね。日本の全くない。そう、日本のインタビュー全くなくて、海外インタビューがガンガン来てる。そうそうそう。ありがとうございます。で、皆さんもしね、ひょっとしたらみなちゃんが気が向けばお願いすれば、なんかキャラクターの絵を描いてくれるかもしれないって無茶ぶりを俺がしちゃいけないよね。今日は無理だよね。今日は、なんか別の場があればね、ね、時間があればなんか描いてくれるかもしれないんで。はい、ドキドキしますよ、皆さんね。はい、いや、本当ありがとうございます。協力してもらって、はい、宮本さんと宮本さんでした。お待たせしました、はい、シルバー事件においてプラシーボを担当されたシナリオライター、はい、大岡正一さんにお越しいただきました。どうぞ。大岡さんのマイクは。お疲れ様です。いいじゃないですか。また何ですか。いやいや、ミスターブラシムですよ。しかもほら、ね、ブラシムって何ですか。ミスターブラシムはほら、あの森島時代ですよ、この人が。この人が森島時代ですからね。しかもほら、岡田さん、ツイッターでシルバー事件がなんか数年前にすごいなんかバズが上がったのって聞きましたよね。この間聞きました。そう、なんかツイッターを予言してるシナリオがブラシムなんですよ。ネットなんかは所詮人のつぶやきだっていうのがなんかね、上がって、そういうゲームそう、若干パワーの、そうそうそう。そうそうそう。そうなんですよ。全然大したことない。そういうね、未来を予言するシナリオ書くんですよ、この人。天才の。たまたまです。そういうことかね。アルカインとかも予言してもらえばな。そうですよ、どうせならね。ねえ。はい、そう。今回、HD 版がね、はい、そう、岡さんもね、そう久々じゃないですか、急にこんな話が来て、ね、びっくりしましたよね、今台本通りにやるんだなぁ。すみません、すみません、緊張して、はい、やると決まって、はい、なんか PC 版っていうのを聞いて、なんかすごい、シルバー事件に合ってるなと思ったし、はい、森島君は PC ばっかり触ってる人だし、あ、そうだ、僕も、あとゲーム、コンシューマっていうのは PC ばっかり触ってるので、自分でできるなって思ったんです。あ、なるほど、まずプレイできる。そうですね。もちろん、岡さんクリアしてますよね、シルバー事件。
ちろんあの途中までやったんですけど、そう、もし実はね、その時クリアしてないんですよ。え、八代さんはクリアしてる？もう私もクリアしましたよ。ねえ、もうしましたよ。そう、なのに、ね、クリアしてないんですよ。しないよ、書いてあるんですよ。途中まではもちろんやったんですけど、あの、だんだんきついな、これ。言い訳させてもらうと、はい、プラシーボを読むのがきつい。自分の文字読むのは耐えられなくて、それ気恥ずかしさってあるんですか？気恥ずかしいし、もう何にこの文字しまって男はあるのか大事みたいな、ちょっと無理です。確かにほら、花と太陽の方がクリアしたんですけど、そうですね、あっちは二周しましたよね。そう、あ、そうですね、あ、一周だ、いや、まさに一周でした、一周だほら。志田さんはクリア？僕ね、1回クリアしました。じゃあデバッグでは 何しもしますよ。デバッグでは発売してから一回ちゃんとやりますよ、ちゃんと。そう、そう、妻がどんなゲームか分からないから、こんなゲームを作ったんだよっていうのをちゃんとね、接待プレイしてね、一回クリアしますから。そういうあれですか、モチベーションがあればやるんですか？そうです。そう、見せるために。そう、見せるために。お母さんの奥さんにも見せるためだったんで、そう、そう、子供たちに見せる。あ、そうですか。気づかない。今回時間をぜひ、そうですよ、はい、これだけ時間取ってるんで、はい、多分客観的にできるかなとは思ってます。だからほら、僕らの17年前の書いたシナリオじゃないですか。僕も久々に自分のシナリオを読んで、なんか違う人が書いた感じがするんですよね。 あ、こいつなかなかね、いいシナリオ書くな。取り返すとね、取り返すと、そういう気分になれるかどうかなって。いや、確かに、はい、でもなんかね、そうそう、別の、もう一人の別の自分が多分見えてきました。若い頃のなんかね、気がついたこの、ね、若者が書いた物語みたいな感じで、菅さんに、あの、十何年ぶりだったんです、この話があって、そう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 、で、会社に行ったんですよ。すごい十何年ぶりで、で、僕はあの、応接室みたいなところで、あ、そうですね、はい、あの、渡してもらって、はい、で、菅さん、14年ぐらいで変わってないかなって、はいはい、ドキドキして待ってたんですけど、はいはい、帰ってきたら、あ、はじめましてって言ったんですよ。え、そう、すごい高度なギャグを飛ばされたと思ったんです。確かに、それどうやって返せばいいんだろうってことは私も、はい、だから、あ、なんか大岡さんじゃないですか。そうそうそう、いや、俺ね、大岡さんが聞いてくれて、もう全然なんか、ミーティングが連続してて、で、なんか誰かと勘違いしたんですよ、ミーティングを。いや、すいません、あの、初めまして、遅くなりました、関係入ってきたら、あれ、もし見たことあるぞと思ったら、お母さんじゃんって、あれ、お母さん、眠りはそういうことを再現させてもらって、そんな感じでね、相変わらずだなと思いました。恥ずかしかそうなんです、そう、いろんな意味で、ね、恥ずかしかないよ、まあ、お互いにちょっと、まあ、ちょっとボケっていうか、そうそう、天然というか、そうですね、そうなんですね、そうそう、確かに間に合わなかったりとかね。その二人が、よく二人で、シナリオを、そうそう、私がまあセッションするように、あの、大手組までやったっていうのが、そうそう、間違いだったんです。それって、ごめんなさい、素人なんですけど、はいはい、どう作っていくものなんですか？そのなんか、一応ベースはね、でもね、最初はね、元々そのムーンライトですね、ムーンライトシンドロームというゲームが、はい、まあ、よりカルトゲームがあるんですよ。もう今、絶対ハッキングのゲームなんですよ。まあ、それ当時ヒューマンっていう、グラスホッパーたちがやる前に最後に作ったゲームなんですよ。で、これを作った時に、当時あの攻略本とかすげえ流行ってて、ちゃんと出た。そうなの、なんか12冊ぐらいね、買わされましたよね。買わされどこ行ったっけ、まあ、5冊あ、外部に5冊ですね、ちょっとね、すみません、ちょっと盛りました。すごい盛りました。おかしいな、14、あ、でもね、8ぐらい出てますよ、多分わかんないよ、まあいいや、うん、で、その中の一つに、要は、ムーンライトシンドロームで起きた表の事件をジャーナリストの目線でこう検証して解説していくっていうのがあったんですよ、はい、これは何だったみたいなやつで、それを見たらすっげえ面白くて、うん、で、シルバーを、まあ、作ろうと思った時に、まあ、俺がシナリオ書こうと思ったんですけど、はい、まあ、それはもう表のシナリオバーッと、ね、もうイメージも大体できてたんで、イメージはで、書いたんですけど、まあ、書こうと思ったんですよね。でも、これをムーンライトの形でやったら面白いなと思って、で、その人を見つけて編集者に電話して、その人誰なんですかって言って、岡さんを教えてもらって、ですぐにお会いして、で、一緒にゲームのシナリオを書いてくださいってお願いして、そうですね、そこからなんですよ。それも、もう突然のオファーというか電話かかってきて、JR 阿佐ヶ谷駅で、そうですね、待ち合わせで、そうですね、当時阿佐ヶ谷でした。
でそこからタクシーに乗って、はい、ストーリーの会社に行ったんですね。そうですね、南阿佐ヶ谷で、はい、新中身だったんで、はい、こっちは近いと思うんですけど、ね、そう、まあ、丸の線でね、わざわざ JR で来ちゃったから、そうそうそう、そうなんですよ。で、そこからもう、まあ、コンビ組んで、はい、表替えて、裏替えてっていう感じで、たぶん最初は、プラシーボっていうのは、日記みたいなコンビだったんですよ、そうかもしれない。ちょっと記憶にも曖昧なところあるんですけど、はいはい、よくあのゲームで日記が出てきて、日記、はいはい、はここで取り入れていたみたいなやつがあるじゃないですか。ありますありますあります。そう、元ネタはバイオハザードとかだと思うんですけど、そうですね、こう、ちょっと集めて、そうですね。はいはいはい。やつの、もうちょっとあのボリュームある版を作ってください、はいはい、みたいな感じで依頼されて、で、それだったらまあできるんじゃないですか、ね。はいはい。で、何でやりだしたら、そうですね。そしたらなんか、あのだから、ね、最初に森島の、あの日記が出てくるっていうのは、はいはい、はいはい、それが元だったんですよ。そっか。で、そっかそっかそっか。それだけじゃなんか持たないねって話とか、はいはいはい、どういう経緯だったかわかんないんですけど、あのプラシーボの方もちょっと勝利するようにとかって話になって、はいはい、で当時そのあのゲーム自体の容量とかもあったんで、はいはいはい、そんなに分量は入んないからテキストだけだったら入るからってことで一回書いてくださいみたいな話だったんですけど、あのイラストとか出ないはずだったと思います。最初そうでしたっけ。一気だけだと面白くないんで、はい、あのメールマガジンに回すのとか、はいはいはい、やらせてもらって、でその後ちょっと人も出しましょうって、はいはい、でやっとちょっとストーリーになって、そうか、それが合致したんですけど、はいはいはい、で僕はこれで、あ、ここをやればちょっと物語になって、だと思っても意味があるんだなと思ったんですけど、須田さんその先に行ってて、はい、それで終わりじゃなかったですんで、あのもっと謎が謎がいる、はい、僕その頃スダクシとか全然分かんなかったんで、はい、俺も言葉じゃなかったですね、はい、そう、ストーリーを完結すれば、はい、これであのゲームとして成り立つんだなって思ったんですけど、はい、そこはもう全然通過点で過ぎなくて、はい、あの謎が謎を呼んで設定はあの別の設定があるとか、裏返し裏返しまた次足して次足していって、はい、最終的に何か始まってるぞという経緯だった。あ、でもそこはほんとセッションでしょ、パレードの裏側に月が出てきて、それに対して今度もっとね、大岡さんがびっくりさせてやろうとか、ね、そうそう、困らせてやろうみたいな、うん、あ、こっちが頼んだけど、そうか、困らせてやろう、もう裏どんな品の関係いいのか分かんないぐらいの感じを、でもそれがね、面白かったんですよ、ね、大岡さんがどんな風にね、返しが来るのか、なんか細かい、継ぎ足しの部分っていうのは、どこでこれは、ほんの、そうなんですかね、だから、パレードっていうのは、そうだし、そ, かそもそもストーリーにするっていうのも継ぎ足しでしたし、そうか、そう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 、だエリカなんてまさにそうですよね。エリカもそうですね。そうですよね。すごい出す予定は全くなかったし、そうか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 、須田さん結構次から次、ごめんなさい、次から次へと、はい、なんかいろいろ仕事を増やしてくるみたいなあれですけど、まあ増やしますよね。あ、そうですね、安心したら増やしてくるわけですね。現場ってそんなもんなんですよね。そうなんですよ、ね、そうなんですね、そうなんですよ。ちょっと言うと、あの表側って裏っていうのは表側の話をあの、はい、設定はこうでしたっていうのを、はい、謎を解き明かすみたいな感じなんですけど、解き明かすと須田さんがまたひっくり返してくるんですよ。それでセッションなんですよ。僕がまたじゃあそれどうすればいいのって書くじゃないですか。でもう分かんないように付き合い話になったりするし、で結局最終的にどうこの話どうなっていくのみたいな、その瞑想とも失踪ともわからないような世界がシルバー事件ですよね。だったんだなと思うんですよ。ああ、さすが。いいこと言いますね。そうか、そうだったんですね。へえ、あ、じゃあもう辻褄を合わせたりとか、須田さんが持ってくることに、そこに向かっての辻褄を合わせたりとか、そういうのが、その繰り返しで、へえ、どんどん重層化していくんで、うん、あ、ミケルさんもやって、どういう話なんですかとか、あの、そうそう、僕も頭悪いんで、まず記憶力がないんで、あの3つの派閥とかあったじゃないですか、はい、あれとかあの、ね、途中なんか穴、なんか時間が経ってて、こんなことがあったんだっていうのを見せずに、その後の日記とかで分かっていくみたいな部分とかありましたね、はい、だから、あ、その日、もともと日記だけだったんですね。じゃあ俺も
忘れてましたよ。忘れた、忘れてました、完全忘れてました。もう一個思い出したのは、さっきデカチンの話をされてましたけど、デカチンは確か最初ポコチンだったんですよ。ポコチン、いや、それ、確かポコチン一回出てきてますよね。はい、一回残ってるんですよ。くさびが間違えてポコチンって言うんですよ。で、どう、はい、確かにそうですね。ポコチンもあるんだ。そうです、ポコチンまで行ってました。ポコ最初多分あのシナリオポコチンにはあったんですよ。そうです、差し替えて、はい、これ間違ったみたいです。で、間違ったんだけど、でもなんか一個だけ残してきましたみたいなことを。本当ですか。親顔で言ってくる。そのポコチンになる経緯がほら、デカチン、デカチンじゃないですか。ポコチンじゃない。そう、ポコチンが、あれ、おかしいな。そう、ならなかったです。だからまあ、まずデカつけようと思って、ああ、デカチンでいいやと。そうなんですよ。ポコは持ってこれないですよ。持ってこれないですよ、そう。どこからポコが出てきたのか。そうなんですよ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 ね。でもあれがあるからこそ、なんかくさびのちょっといい加減な感じも、そうそう、はい、あるしますよね。なんか住みよとのやり取りのなんか緊迫した感じもちょっと、はいはい、ちょっと引き込まれてくるから、本当です。あれだけいい加減だった。はい。おっさんがね、あれだと思います。え、なんか手が上がる。もう、あ、もうそ、え、そんな経ちました。もう早いな。なんか大川さんとのセッションがもう終わりかもしれない。あ、本当ですか。あ、わかりました。すいません。なんか、もう終わりですか。もう終わりですよ。早いな。あ、じゃあ、閉めますか。そうですね。あ、ちょっとあれをしないと乾杯をしてください。そう、ごめんなさい。俺も忘れてた。ちょっと皆さん、せっかくなんで、やっぱり、ね、あの、ね、ミスター新しい大川雅史さんっているわけですから、トリニティでね、乾杯したいじゃないですか。で、あの、トリニティ飲める、取ってこれる人はちょっとね、まあなくてもいいや、乾杯しましょうぜひ。あ、トリニティは？あ、桜庭さんと。どうも。どうも。いや、持たれてますか？持ってないよって方。あ、オッケー。あ、持ってますよ。まだまだ。あ、まだ、乾杯、まだ。これちょっと俺ら3人の。ウィンガーさん飲めないからね。飲めないからね。でもまあ全然入ってます。舐めるぐらいは大丈夫ですか。はい。まあ、バイクで。あ、バイクは？はい。なんでまあ全然警察ぐらい。ダメ。負けます。ダメ。それは 10.2 があるから。負けましたか。よ、それ。それもいい。大事。KOC も大事ですからね。大川さんこれ。今回ね、トリニティ新しいの出てくるんですね。そうそう。もう飲んだことないんで。あれ、でも本当にあるカクテルなんですね。本当にある。そう。あ、そうなんですか。しかもね、これクソ強いんですって。クソ。あ、そんなことなんですか。で、トリニティって3つの酒を混ぜてるってことですよね。あの後ろでね、外国人たちはもう勝手に盛り上がってますけど。あ、はい。多分。OK、じゃあ皆さん、ね、くださる方はぜひ乾杯しましょう。ない方も手を挙げてください。じゃあ、岡さんがね、やっぱりミスタープラシーボが乾杯のやつを、乾杯といえばですね。じゃあ、皆さん、ご賞味お願いします。乾杯。乾杯。乾杯。イエー。乾杯。チェース。イエー。イエース。エクセル。美味しいですね。まあ、これ割りがするわ。でこの後皆さん、DJ タイムが入るんですけども、そこで30分のがっつり酒飲んで踊ってもらって、でその後また30分後にまたね、ちょっとまた投稿がありますので、はい、いろいろ告知があります。はい、そうです。いろんな発表がありますので、はい、皆さんが喜んでくる、ね、発表があるんじゃないかなと思ってます。おめでとうございます。でもちょっと紹介した人が一人後ろにいるんですけども、 DJ 福武さんです。まあ、僕の友達もあるんですけども、今どこでしたっけ、ワーナーブラザーズからヤバ、あ、違う、はい、ユニバーサルでした、間違えました。ユニバーサルからヤバって言われて、そう、ポールテクノとかちょっとあるんですよ。ユニバーサルさんからね、はい、もうアルバム5枚くらいでしたっけ、4枚です、3枚です、もうちょっとポール4枚、もうちょっと、まあ、4枚出しますんで、皆さんね、ご機嫌なナンバーをこれからね、ご機嫌なナンバー久々に来ました。古っ、死後ですね。死後ですよね。ご
機嫌なナンバー。いや、ほんとご機嫌なナンバーで、ガンガンかけますからね。今回はシルバー事件とヤバ歌謡を混ぜた、クタケリミックスを。しかもね、1990年当時の、シルバー事件発売当時のリミックスをしてくれますね。じゃあ行きましょうか。じゃあみんなでヒアリングコーって言いましょうか。チェケラーチェケラーすよ。皆さん、そういうのやめた方がいいですか。大丈夫ですか、行きますか。行きましょう、みんなで。せーの、Here we go!